24日にオープン戦のすべての日程が終了し、1位が同率で中日とソフトバンク、3位がヤクルト、最下位が阪神という結果となりました。オープン戦で各球団がどのようなチームを作ったのか、今回は12球団のオープン戦総括と活躍した選手たちをまとめていきたいと思います。中日は20試合で10勝5敗5引き分けでオープン戦1位という結果になりました。特筆すべき防御率は12球団トップの成績で、14試合連続で3失点以下、チーム防御率は 2.08 と安定感が光りました。先発の柱となる柳投手、小笠原投手、涌井投手、メヒア投手らが結果を残し、中継ぎでは勝野投手がオープン戦8試合で1点も取られず防御率 0.00、 1軍に同行している中継ぎでは唯一無失点を継続しました。ただチーム打率を見ると下から3番目の数字であり、中田選手やディターソン選手、石川選手らスタメン候補が1割台、去年から引き続き打撃面の課題は残っています。それでも高橋周平選手が4割近い数字を残してサードでの開幕スタメンを勝ち取り、細川選手、村松選手らも3割近い打率でアピールしています。中日と同率1位のソフトバンクは投打のバランスの良いチーム作りが行われており、本塁打18は12球団ダントツのトップで、盗塁数14は12球団4番目の数字、大技と小技を交えながら12球団トップの得点数で勝利を積み上げました。最終的に近藤選手が4割超え、牧原選手、柳田選手、山川選手、周東選手、今宮選手らレギュラー候補が軒並み高打率をマークし、育成から支配下に登録された尾形選手がチーム2位の打率でアピールしました。先発陣では東浜投手が3試合に先発して防御率 0.00 と好成績で先発ローテ入りを確定させ、開幕投手の有原投手、大関投手やモイネロ投手も安定感のある投球を見せました。中継ぎでは現役ドラフトで日本ハムから加入した長谷川投手が6試合を投げて防御率 0.00 と結果を残し、左のワンポイントリリーフとして活躍できるか期待されています。3位のヤクルトは17試合で10勝6敗1引き分けと勝ち越しに成功しました。打っては山田選手、オスナ選手の主力組が3割超え、青木選手、村上選手も3割近い数字を残しました。さらに育成で入団した23歳赤羽選手が打率375、日本塁打と猛アピールしており、現役ドラフトで入団した北村選手、楽天を戦力外となっていた西川選手が3割近い数字を残しています。投手陣については鉄壁の救援陣が躍動しており、16日の楽天戦の7回から24投手が連続無失点を継続、中でも木澤投手、加山投手が7投球回を、清水投手が6投球回を投げて防御率 0.00 と好成績を記録しています。4位の楽天はチーム防御率が12球団3位、チーム打率が12球団4位とバランスの良いチーム状況で、本塁打は少ないものの盗塁数16は12球団3番目の数字です。打っては伊藤選手が4割超えと絶好調で、次いで太田選手、阿部選手、鈴木選手、島内選手、小郷選手ら主力組が3割超えの好成績をマークしています。ただ昨年ブレイクを果たした村林選手が0割台と苦しんでおり、シーズン開幕でどのように起用されるのか注目です。先発陣では田中投手と小蛇投手の開幕2軍スタートが決定するも、早川投手、岸投手らは好調で、新クローザーの則本投手はオープン戦で5セーブを挙げる活躍を見せています。5位のオリックスはチーム打率が12球団2位の数字ではありますが、先週4連敗を喫するなど得点不足で打線が湿っていました。それでも終盤は復調気配を覗かせ、最終的に中川選手、杉本選手、紅林選手ら主力組は3割超えの高打率をマーク、ベテランの西野選手は打率462の好成績でアピールしています。投手陣では宮城投手や田島投手、山下投手らが順調な調整を続けており、ムクノキ投手はトミー・ジョン手術から見事復活、
3月に支配下復帰を果たしました。中継ぎではオフにトレードで加入した吉田投手が4試合を投げて防御率 0.00 と好成績。新外国人のマチャド投手も防御率 0.00 をマークしています。6位の日本ハムはチーム打率が12球団5番目の数字で、チーム防御率は12球団ワースト3の数字です。打撃ではマルティネス選手、野村選手、松本選手ら主力組が3割超えの打率をマーク。万波選手は3試合連続安打を放つなど終盤に状態を上げ、3割に近い数字を残しています。投手陣では加藤投手が防御率0点台と好投を見せ、開幕投手の伊藤投手、FA で移籍した山崎投手が防御率2点台と安定した成績を残しています。中継ぎでは金村投手、田中投手、北浦投手が防御率 0.00 と好成績で、杉浦投手、河野投手らも防御率1点台とアピールに成功しています。同率6位の DeNA はオープン戦でチーム防御率が12球団2位の数字、チーム打率が12球団1位の数字と絶好調で、盗塁数24、得点数61も12球団最多、失点数は12球団最小とレベルの高いチーム編成を見せています。打撃陣ではドラフト1位ルーキーの渡来選手が打率4割超えで見事オープン戦首位打者を獲得。さらにドラフト4位の石上選手も3割超えの大活躍となりました。22年ドラフト1位の松尾選手も打率3割5分で開幕1軍を決めています。さらに梶原選手、佐野選手も3割超えの打率をマークし、熾烈なポジション争いを繰り広げています。投手陣では開幕投手の東投手が防御率2点台と好投し、大貫慎一投手、平健太郎投手ら開幕ローテ組も安定した調整を見せています。オリックスから新しく加入した中川隼人投手においては13投球回を投げ防御率 0.00 と先発ローテ入りに猛アピールしており、クローザー返り咲きを狙う山崎投手もここまで4試合を防御率 0.00 で抑えています。8位の西武は6勝6敗1引き分けで勝率5割でオープン戦を終えました。チームは22日からのヤクルト戦で3連敗を喫し、チーム防御率は 3.08 まで上昇しています。それでも開幕ローテ組の今井投手、住田投手、竹内投手、平投手らは安定した投球を見せています。打撃では33歳の金子選手が打率3割6分と絶好調で、開幕スタメンに猛アピールしており、新外国人のアギラー選手も3割に近い打率で好調をキープしています。9位の巨人は7勝8敗1引き分けで負け越しとなりました。打撃陣ではドラフト3位ルーキーの佐々木選手が打率4割でオープン戦を終え、開幕スタメンをほぼ手中に収めましたが、門脇選手や坂本選手、小童亜選手ら開幕スタメン確定組が1割台と苦しんでいます。先発陣ではエース戸郷投手やグリフィン投手が複数失点する試合が続き、開幕へ不安要素を残していますが、復活を目指す菅野投手が安定した調整を見せ、新戦力の高橋礼投手がローテを勝ち取る好投を披露しています。10位の広島はチーム防御率が12球団4位の数字と安定していますが、チーム打率が12球団最下位で、失策数19は12球団ワーストの数字です。投手陣では先発4本柱の大瀬良投手、森下投手、栗投手、床田投手らが開幕に向け順調な調整を続け、アドーは投手はオープン戦で結果を出しローテ入りを確定させました。打撃陣では小園選手が後半に失速したものの3割超えの打率をマーク。ブレイクが期待される田村選手も後半に失速して打率2割4分、それでも3本塁打を放つ活躍を見せました。ただ新外国人のレイノルズ選手、シャイナー選手が1割台と苦しんでおり、開幕までにどのように仕上げてくるのか注目です。11位のロッテは14試合で2勝9敗3引き分けと大きく負け越し、チーム防御率が12球団2番目に悪い数字、チーム打率も12球団2番目に悪い数字です。得点数33は12球団最少で、投手陣が踏ん張ったものの複数得点が取れず敗戦となる試合が多くありました。それでも先発では種市投手が防御率 0.00 と好調で、西野投手も安定した投球を披露しています。
野手陣では新加入のソト選手が8試合で打率を4割近い数字を残し、2本のホームランを放つ大活躍を見せました。山口選手、安田選手は前半好調でしたが後半に失速、全体的に打線は開幕に不安を残す結果となっています。12位の阪神は3勝14敗1引き分けで日本一から一転、オープン戦は最下位に沈みました。チーム防御率は12球団ワーストでチーム打率も低迷、失策数は12球団2番目に悪く、失点数はダントツに高い数字です。野手陣では不動の4番大山選手の不振が続き不安が残りますが、同じく不振で苦しんでいた佐藤選手、中野選手がここに来て調子を取り戻し、開幕に明るい兆しを見せています。投手陣では盤石の先発陣が順調な調整を続けており、最下位ではあるものの王者の余裕が見て取れます。以上が12球団のオープン戦総括となります。開幕に向け各球団がどのように仕上げてくるのか注目しましょう。ご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録もお願いします。